斉藤達沖は戦国時代の美濃国の戦国大名。同三流斎藤家三代。天文十七年、斉藤義達の諸子として生まれたと伝わるが、聖母が大美の方という説が事実であるならば、義達性質の子となり、嫡男となる。大美の方は浅井久政の娘という説があるが、義達と久政は年齢が一つしか違わないため、大美の方は、 久政の実子ではなく、養女ということになる。よって、大ウの方は、久政の父、浅井助政の娘であるというのが有力な説となっている。道蔵と吉達との不死関係を肯定するのであれば、斉藤道蔵の実の孫にあたる。永六四年、父、吉達の死により十四歳で、美ノ斉藤氏の家督を継ぐ。しかし祖父や父と比べると凡庸で、 父の代から続く、終わり国の織田信長の信仰、祖父の代より続く家臣の流出、評判の悪い斎藤日高みの徴用などにより、家臣の信望を得ることができなかった。a 六4年の森兵衛の戦いにおいては、戦いそのものには勝利したものの、重心の日々の清み、長い守る奴らを失う。a 六5年には、有力家臣であった九条八万城主の遠藤、森和が病没する。 稲葉山城辰沖は、信長の信仰に対処するため、父、吉達の信仰対象であった北大江の浅井長政と同盟を結ぼうとした。しかし、信長に帰戦を制され、長政は、信長と同盟を結び、逆に美濃に信仰するようになる。この時は、吉達の時代から同盟を結んでいた、六角吉方が浅井領に信仰したため、長政は、 身の攻めを中止して撤退している。A66 年、再度進行した、織田信長と新加能で戦い、家臣の竹中重春の活躍もあって、織田軍を破った。しかし A67 年、斎藤日高みに支援があった、竹中重春と、その衆都であり西美の三人衆の一人、安藤森成によって、日高みを殺害されて、巨城の稲葉山城を占拠され、辰沖は、うか山城。 さらに、夕向山き山城に逃走した。後に、重春と森成は、辰沖に、稲葉山城を変換したため、辰沖は、美濃の領主として復帰したものの、この事件により、斎藤氏の衰退が表面化する。織田信長の A65 年頃から始まった、小牧山城追記により、圧力がかかった東美濃においては、有力領主である市橋氏、丸茂氏、高岸などが、織田氏に通じるようになる。 a 6八年には、小田家に降った、家事伝承主、佐藤忠康により、堂々城主の騎士信兼が撃たれた。この時、赤城主であり、国内の抑えとなっていた王子の長井道都氏も、小田家の武将となっていた、斉藤理事に敗れ、中納地方も、信長の勢力圏に入った。十一月十三日には、足利将軍家、一式藤長にあてて、大発の儀について立ち人越しと、 うまい匹を周元に送っている。A60 年、西民の三人衆の稲葉義道や宇人へ直も安藤森成らが信長に内容したため、ついに、稲葉山次郎信長によって落とされ、8月15日、城下の木曽川を船で降り、北伊勢の長島へと退散した。そのため、辰沖を追って、織田軍が長島に攻め寄せている。当時20歳。以降、再び大名として、 美野に帰り咲くことはなかった。長島に亡命した辰沖は、元気元年に始まる長島一行一期に、長井道都氏と共に参加し、信長に対する抵抗活動は継続した。その後伊勢から機内へ移り、a 6十2年1月には、三好三人衆と結託し、信長が擁立した室町幕府第15代将軍、足利義明を攻め殺そうとしたが、敗退している。 さらに同じ元気元年8月には、三好康長、あたか信康、東郷有りや石山本願寺保守、県女らと共に、三好三人衆の老城を支援。信長が、朝倉義景、浅井長政に後輩を脅かされ、退却するまで持ちこたえた。その後、遠赤関係にあったことから、越前国の朝倉義景の下へ逃れて保護された。 いわゆる確証として偶うされたとも伝わる。元気2年8月、権女は一式式部大輔にあてて書状を送り、ご本意実現を願って黄金と立ちを送っている。また、翌元気3年8月に、美濃郡城軍の兄王子の利領と越前大野軍の最小次戦勝ちから本願寺の傍観である下妻来明に対して本願寺から郡城軍と、 大野軍の門徒に協力を命じた一式伝の入国計画の進行状況に関する書状が残されている。それより少し前の同年正月には一式吉則と称していた辰沖から上寮に対して戦勝ちが遠藤氏を説得し、また自分も姫野の広を治むを長島に派遣する予定であったが戦勝ちの病気で計画が延期になってしまったとする書状が残されている。 これらの文書から、朝倉市や越前、美濃の門との支援を受けた達沖が、北から長島の門との支援を受けた姫野が、南から美濃に入国、攻撃する計画が存在したことがわかり、同年冬には、実際に作戦が実行されたことを示唆する権利の書状が存在する。しかし、朝倉軍が、雪のために全軍を越前に引き上げたこともあって、達沖も美濃国奪取。 復帰までには至らず、同じく越前に引き上げたと見られている。天正元元年8月、吉影が浅井長政を支援し、信長と対決するために、大見国北部に出陣した際に、辰沖も従軍したが、8月14日、朝倉軍が織田軍に敗れて殿坂で追撃を受けた際、戦死した。一説によると、かつての重心であった、宇治家直元の着難。 宇治家直茂に切られたとされている。去年26。法名は、随雲湾、達沖孤児とされるが、常在寺記録には、随公院、竜炎州久も日玉大孤児と合したとある。本願寺勢力と結びついた、いわゆる、生存説がいくつかある。越中の旧耳江門広告寺の伝説によると、達沖は戦死してはおらず、下方形図をもって、禄十二年、三月に、 古市中国神川軍府市村に来て、広告寺に隠れた。天下の情勢から家を再興すること必ずと悟った、辰沖は、旧右衛門と改名し、付近の原野を開拓した。開拓にあたって、仏つの力である、お経の力なりと一族を励ましてこの地に住み着いた。信長と本願寺の石山合戦が終わった天正八年に、 旧ミニエモンはこの地を、協力村と名付けた。江戸時代に入った、慶長16年、旧ミニエモンは加藤高校に譲り、倉庫を持参して、布市広告寺で出家、十字となった。広告寺には、辰沖が持参したという鎧案と念事物が、伝えられている。寛永9年6月19日に自弱し、墓は、富山市協力の本税寺の前にあるという、年87。 九右衛門の子孫は、文政三年十一月、古市中国新川郡大泉村に移り、後に、大正二年十一月、富山県新川郡堀川村小泉に転従したという。羽島の伝承と根坂の戦いを打ち延び、本願寺と合流したとする伝承がある。辰沖は、石山本願寺に逃れ、本願寺勢力と共に再起を期していたが、 現在の岐阜県橋し市やしじ町の寺で病死した、とされる。同地の眼鏡寺には、辰沖の墓と、その父である義辰、さらに辰沖の子とされる、古平義人の遺廃が伝えられている。ありがとうございます。